はい。面白係数、腕時計ですね。先ほどのショックアブソーバーという、文字盤に表記のあった時計開けてみました。まあ、ケースの構造もやっぱり、独特ですよね。これはやっぱ、20年代、30年代いってんのかな。ニッケルの、なんか合金のケースですけど、特殊に、まあ、いろいろな構造で。機械がですね、やっぱり、ショックアブソーバーが、やっぱり表記があるだけ面白くって、あれですね、テンプの上のところにのショックアブソーバー、独自ですよね。なんか、抑えるようになってんですね、上から、なんて言うんだろう、こう、バネ式の焼きの入った板ですよね。それで抑えて、一応、ショックアブソーバーがついてます。これも独特っちゃ独特ですよね。なんか見たことないですよね。まあ、今回初めて開けてこの時計見たんで、いや、こういう構造はあるっちゃあるのかもしれないですけど、まあ、独特な、ショックアブソーバーのついた、丸型の機械ですね。機械は、まあ、でもよく、磨き上げられてる機械だとは思いますけど、そんな高級な機械だとは思いませんが、まあ、これも面白い時計ですよね。はい、以上です。